装水湖伝4始めていこうじゃないか。去年の夏ぐらいからちょっとやろうかなと思ったんだけど、このクソ寒い時期にむしろあえてやることによって何か得ることがあるのではないかと俺は期待をしている。というわけで始めていこうじゃないか。いくぞ。これはまあ適当だな。声だけちょっと見ていくか。主人公の声、今回から音声がつくんだよな。幻想水湖伝4から。いやこっちだろう。あえてオフってのもあるんだけどな。寡黙な主人公。まあこれでいこう。よし、いくぞ。初めていこうじゃねえかい。ああ、このドット絵懐かしいな。昔はこんな感じだったんだけどな。準備はいいな。大丈夫大丈夫、僕がちゃんと指揮を取る。みんなもいいか。行くぞ。ちょっとあれだな、緊張してる感じが出てきてるじゃないか。今の俺の心境と似ているかもしれない。最初の戦い、初っ端からぶっ飛ばしてんな。はっちゃけてるな。スノーカン、はてなはてなはてな。勝利せよ。まずは編成をすると。君がやってみるか。説明をお願いします。私には何のことやらさっぱりわかりません。まずは基本からいこう。普段部下がいなくなったり白衛戦で負けた時に戦闘不能になる、相手の船を全て戦闘不能にすると、この海戦は僕たちの勝ちになる。まあ、つまり皆殺しにしろってことか。こちらのメンバーをどんどん決めていかなきゃ。メンバーを決める。艦長、これで機動力が変わる。はあはあ、スピード重視か。どうかな艦長。紋章法の要因、はい。紋章の属性、火、風、土、雷、水、その人自身の攻撃力が大切になる。属性があってそいつの攻撃力があるっていう感じか。だったよ確か。向こうの方には雷と水の紋章弾を撃てるみたい。こういう時は雷の文章を使える人がいる。なんか右下になんか書いてあるんだよな。なんか相性みたいな。なんだ。一番右下の右の方を見る。一番右見るとなんか炎のなんか絵みたいなのがあって、その左になんか水の絵があって、それを考えると、水は火に強くて、で、さらにその左を見ていくと雷、まあ、なんつうの、黄色いなんかさ、まあ、そういう感じかなんか、まあ、相性があるってことだろう。コツがある、まあ、それは後々やっていくしかねって思ったな。でか、まあ、彼の言う通り、じゃこいつが雷を持ってるらしいんで、まあ、じゃあ雷のやつを入れておくということで OK。 次進む。白兵戦メンバー、敵艦の戦闘員と直接戦う。ああ、じゃあ魔法要員と、まあ、直接バトルするやつがで分けるってことだな。君も怖いのか。なんかあれだな、嫌味なやつだな。4人まで選べるから残りの全員、はい、まず残りの全員か。なるほどね、これで OK だ。うんうん、数を決める。それぞれに部下がいる。知らない。部下を全員合わせた人数までだったら好きなだけ船に乗せることができる。数が多いなら心強い。ああ、いっぱい乗せると機動力が落ちる。50人で今度こそ行くぞ。緊張してるじゃねえか。相手の方が先に動いた。ああ、まあ、相手の方が早かったってことだ。こっちはちょっと入れすぎたってことかじゃ。うまい具合に近づいてくれて。射程は3、2つ前に進んだら。
コマ遊びみたいな。先の名前してやろう。はい、丸ボタンを押すとメニューが開くから、移動で敵の目に近づく。近づいて幸福ってあるぞ。これやったらどうなんだろうな幸福。あ、じゃあこの、あ、ここ、はい、ここで紋章砲が撃てる。あ、射程に対して敵に向いて撃つっていうことか。だこれ、このなんつうの、この青いところだったら動けるってことだね。ここ動けるね。で、こう動いて、で、これ、なんつうの、今この状態横にしか大砲撃てないってことかな。で、これを横にチラッてやると、チラッ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 って感じで、なるほどね、これで砲撃ってあるぞ。これで撃とうじゃんか。誰が紋章しますか。ケネス君お願いします。はい。ぴょーん。あー、こうやって宇宙のめしていくのか。15人。なるほど、そうならないのが一番いいんだね。迎撃することができる。相手が撃ってくるときに自分も撃つってこ、撃つのができるってことか。迎撃する。いってらっしゃい。あー、打ち消しあったね今な。同じ紋章を撃ってきた。相性があってな。なるほど、まあ、グーチョキパーみたいな感じだべ。まあそういうことやん。まあ、じゃんけんと同じだろ、要するに。で、今も雷を撃ってきたから、雷同士だから意味がない。ああ、今のはダメージ取った。それは相手が、あれか、水の紋章を使ってきたから、水の魔法を使ってきたから。なるほどね、水の魔法に対して相性のいい雷の物体を放ったことによってこっちはダメージを受けることなく相手にだけダメージを与えて倒したね。なかなかやるな、勝ったやらず。最初はな、最初が肝心だからね。一番最初が大事だぜ、何もかも。パート1も、大変だ、船をつけられた。なんということだ、なんということだ。始めようじゃないか、バトル。戦闘の狭いようなしてあげる。どうするかな。じゃあお願いしとくか。一応な、戦いなんだけど。はい、攻撃を選ぶんだ。はい、攻撃。はてなはてなの方だろ。どっちだ、こっちか、こっちだ。攻撃を選ぶ。え、分散させんの、まあいいけどさ、これで 先にさ、全然からってえな。1とかやる気なすぎだろ。どこが選んで、お薬を使ってくれ。もちろん僕に使うんだ。全然お前食らってねえぞ。お前これでお薬使うの、マジか。お前絶対使ってやる。そうじゃない。ああ、くそ、酒があって自分で使おう。ちくしょう。この役やる。パテナーってな。ほら、こっちもなんかダメージ受けてきたぞ。お前自分だけ回復しやがって。まだまだ言ってくれるよな。ギャッ。しょうがねえやろな。なやろ、死しやがって。紋章を選んで右の、はい。優しさが続く。君の傷を治したい、君の傷を治したい。なんとなくそう聞こえたの。俺の気のせいか、俺の気のせいか。かわした、やるじゃねえか。おお、回復したね。銃めっちゃ食らってんじゃん。協力攻撃を使おう。はん、協力選んでくれ。友情攻撃ってのがあるから、それを選んでもことになるから。いいね、はい、お任せ。どっちへ、こっちへ、どっちもいい。ほら、行くぞ、協力攻撃。行け。全然あれじゃねえか。これどこが行ったらなんだ。友情もなんもないだろう。団長。あっさり乗り込めたぞ、スノー艦長。これが実戦だったら、
のんびり話をしていたお前の後ろから近づいてバッサリだ。艦長としての心構えが足りん。以後気をつけろ。副将。は、はい。以後気をつけます。試験だったんだな。車の免許を取るような感じか。ところでラズロ、お前はまだ偉そうだな。一対一でやってみるか。はあ、いい機会ですよ。ではお願いしますと言いたいところだが、待ってくれや。ちょっと俺はね、やんなきゃいけないことがあって、設定さっきからなんか、あ、これか。ちょっとね、バイブがちょっと苦手なんだよ。ちょっとやってようぜ。手合わせしてもらって、もう逃げようぜ。海に飛び込もう。よし、行くぞ。あ、そうだ、これ R1 でダッシュができるんだ。いいじゃん別に。しょうがねえわな、この走り方面白いな。卒業まで一度も手合わせてもらえなかった。マジで卒業まで。お、出たケネス、さっきのやつ。一騎打ちのチャンスだ。思い切りやるよ。腹減った。上見しくいて、こいつもマイペースな感じだな。食えのも今日終わりか。じゃあこれが、じゃああれか、じゃあこの後あれか、なんかセレモニー的なものがあるのか。オンパレードだな。セレモニーパレード、卒業試験、卒業パーティー、リア充どもだな。手が離せません。なんだよ、もう1年留年か。海図ね。お前たちの訓練の様子は報告する。艦長が頼りな。あいつね。あ、いた、いると思うの。絶対今聞こえてたろ。 100% 聞こえてたな。これはセーブポイントだね。なんかなかったっけ、宝箱なんかあった気がしたんだけどな。ここな、ここだったかな。まあいいわ、な、大したもの置いてないだろ。で、出る。他なんか見るもんなかったっけ。ないか。船つけられてね、向こう側の船行けないのか。まあいいや、やるか。準備できた。まだ。これなんか視点変えられなかったっけ。視点、あ、おお、ん、どうなってんだ。こうで、こうで、こう。おお、すげえ、人が見れる。ヤッホー、こっちを見てくれ。準備できた。まだです。あなた方を眺めるのにちょっとまだ夢中になってしまったもんでな。いや、ここなんかアイテムあったろ。ちょっと待って、もう一回探索させてくれ。あと10秒だけ、10秒だけ俺にくれないか。ちょ、連打すから、ちょっと。やったべ、どっかにアイテムあったろ。1、2、3、4、5、ちくしょう、マジか、マジか。あれ、なんか俺の記憶が正しければここになんかお薬が置いてあった気がするんだよな。なかったっけ。記憶というのは曖昧だな。俺は団長に話しかけたいんだ。お願いします。いい加減始めようぜ。とっとと始めようぜ。やるべきことやるぞ。いいか。おお、まずは軽く行かせてもらうが、見切ったら全力で行く。覚悟しておけ。そんな貴様をノーダメージで思いっきり行かせてもらおう。叩き潰してやる。かかってくるといいさ。通常全力来い。おお、かっけえな。思いっきりかかってこい。思い切りかかってこい。そら罠だな。これもなんかじゃんけんみたいなもんなんだよ。俺、思い切りかかってこい。思い切りかかってこい。これでな、思い切りかかってこいってな、必殺を選ぶと、まあ相手にめちゃくちゃとんでもない一撃を食らわされることになるんで、それを避けるために普通の攻撃で我慢する。よし、次で決める。次で決める。相手のセリフからどんな行動が来るのかを予測して、まあ多分次は必殺が来るんじゃないかなと。だったらそこで防御すると何が起こるかっていうと、避ける、ふい、こういう感じや。よし、次で決める。多いのかそれで。こっちもなんか必殺使いだよな。ふい、やっぱ4の一騎打ちめっちゃかっけえよな。またお前か。次で決め。悪いな。さあ来い。いいのかこれで。こっちはノーダメージで勝ってしまうぞ。俺の剣さばきをその目でよく見ろ。俺の剣さばきをその攻撃かそれ。わかんねえな。まあ、剣さばき攻撃をしてくれってことだな。じゃあ必殺いくか。全力の必殺いくぜ。ふいや、おら、よし、いいか、次は切るぞ。次切るぞ。だが負け。うら、ふい、
見事だラズロ、ここまで上達していれば育った甲斐もあるでもな。素晴らしいだろ。そろそろ卒業演習も終わり、ああお祭りだ、恒例の祭り、持ち場に戻るとしよう。火入れの儀式は頼むぞ、大事な儀式。こいつら卒業すんのか。やっぱあれか、卒検だったんだな。車の免許だ。自分のエリア戻ったらマジで帰っちゃった。正式の、ああ簡単に脱げない、マジか、それ大変だな。生活するのにちょっとあれだな。 トイレとかどうするんだろうな。嫌だな、俺は探索を続ける。手合わせをしてもらえなかった、残念。ダッシュをする。あれこっち行けなかった、鍵だね。ほらいい感じで走れんな。異常ありません。結構時間を費やしてしまったかもしれん。さあ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 、中行こうか、もう一回中行こう。これで最後にしよう、お宝探索は。お宝、お宝、お宝。なんだよ忙しいって、釣れのやつだな。まったくいいじゃねえか、ちょっとぐらい手伝ってくれよ。海賊、これのやつあれだな、変わってねえな、喋ること。持ち場に戻れ。なぜ貴様の命令に従わなければならないんだ。艦長はあのあいつらぞ、艦長は別のやつらぞ。あの野郎め、ちょっと出世したかったらいい気になりやがって。ここか持ち場よ。海の色が変わってきた。ほう、まだまだ遠くないかい。間違いない、見えてくる。すげえな、ほんとだ、見えてきた。学者なんかなんか向いてそうだね。明日からいる僕たちは正式な海上騎士団員になる。不安かい？何を言ってんだ。ああ待ち遠しかった。本当かよ。明日からは任務、何なんだろうな明日からね。ほら、うん、エルフの考えることはよくわからない。よっぽど一人が好き。ヒーラーの儀式にビシッと決めてくれよ、代表ね。かっこいい。お前好きなのか、スローのことが。まあ、好意がない限りはな、かっこいいとか言わないで、知らんけど。チャロー同盟、チャロー軍団め。おい、食いまくらねえと。こいつはあれだな、食うことしか考えてねえな。こいつがポーラか。始まるんだろうな。
して俺たちの冒険は始まる。